わざわざ卵寮まで。ありがとうございます。私も40年ぶりに卵寮で、そうですね、明治天皇、大正天皇と昭和天皇のね、お墓をわざわざお参りして、道だけ、そう、これね、炎天下で気持ちたいね。そう、皆さんね、帽子かぶってどなたかしらなんてね、話してたの。ぜひ、台湾はしかもね、台湾の方は、ね、自分たち日本人だと思うんですよ。基本的にはですね、活動されてから、あの、最近の新幹線のどこそのにも行かれて、それが、ぜひ、台湾応援してください。震災の時のね、だって、震災の時に258兆ぐらいいただいた、ね、すごいんだよね、世界で何本あるんですか、桁違いが、中には、ね、1人で10億ぐらい寄付してる、10億ですよ、しかも自分のお金を出てました。胸がいっぱいになっちゃうよね。いや、私なんか本当に涙出ました。涙と汗がいっぺんでしただって、それはそうですよね。だって、あの昭和天皇、大正天皇のお墓をわざわざお参りに行って、あの炎天下これ来てたらね、皆さん後ろから見たらね、髪の毛から汗がたくさん出てますよ。その中もなんか直立のもう日本人できないし、ね、ワンカーが日本人ぐらい恥ずかしかった。はい、じゃあ話したいですね。はい、え、何がご縁でご主人は、あの、私はね、あの台湾の英霊の皆様がここで4万人祀られてるんですよ。で、日本の英霊の皆さんが240万人、戦後台湾で2.1か、で10万人ぐらい日本の優秀な教育を受けた、この中にはノーベル賞候補の 2,3 人いた方が殺害されてるんですよ。それも今の、それも今の週刊民報、本来は台湾は台湾の人の国なんですけど、彼らが亡命政府に入ってくるすぐでありました。それにもかかわらず今の皆さん、日本が自分たちの祖国、2.8 事件ね、全然知らないもんね。で今でもいいお家に行くとね、まあ、古いお家に行くとね、教育情報とかね、天皇両陛下のミサイルで20年かかって、そうですか。私もね、週3回お参りしてる。ありがとうございます。そういうご縁で皆さん、いやいや、もうありがとうございます。僕たち、大阪の、大阪の国際電話で、トイレさんの小学校の教員と、養護学校の教員をしてて、僕たちも恥ずかしい話で、あの子供たちに伝える立場として全然知らないことだらけなんですけど、たくさんのご縁いただいて、もちろん台湾の方から支援いただいたってい いうことも、震災支援、復興支援も、あの活動をさせていただいている中で、子供たちにも伝えているんですよ。あの台湾の方たちとか、他のラオスであったりとか、そういうカンボジアとかのいろんな国の方は日本のことをすごくよく思ってくれてるんだよって言って、あのそれはなぜか分かるとかって言って、昔の人たちがいて、今あなたたちがいるよっていうことを、僕にできることはそれしかないので、あのそういうことをあの伝えさせていただいてるんですけど、本当に靖国神社も去年初めて参拝させていただいたぐらいで、もう本当に全然知らないあれなんですけど、これからも